私分かったぞ。お前だとソニアとナナミって3人とも豪華な客室に泊まってたよな。それで思い出したぞ。確かあそこの豪華な客室って地響きの音が聞こえなかった理由って？そう、豪華な客室の優れた防音性のせいだったんだ。危ないひなとくん、それに気づくとはね。それが君の超高校級の予備学科の実力なのかな。さて、そんな君ならよう分かったんじゃない？二代君を殺した犯人の正体がさ。ちょっと待てよ、どうして今の話で犯人がわかんだよ。どうしてって、だって今の事実は犯人の決め手となる重要な手がかりだからだよ。犯人の決め手だと？田中、お前に聞きたいことがあるんだ。ストロベリーハウスのラウンジでアラームが鳴ったとき。それがどうした？漆黒の闇夜に鳴り響く破滅の福音が聞こえれば、それを止めに行くのが宇宙の摂理。どうして聞こえたんだ？何がだ？だってお前が泊まってたのも豪華な客室だったよな。同じ建物の同じ階の同じ豪華な客室に泊まってた狛江田には聞こえてないのに、どうしてお前はそのアラームの音を聞くことができたんだよ。あれ、そういやそうだな。田中さん、考えられる可能性は一つだけだ。その時お前は部屋にいなかったんだよ。だから豪華な客室に泊まってたにもかかわらずラウンジに来ることができたんじゃないのか。田中さん、何か理由があるのですよね。おそらく田中君はクズリュウ君のせいで泊まってた部屋に帰れなかったんだよ。俺のせいで？クズリュウ君はタワーに向かう二代君を、そこで鳴ったアラームを聞くまでずっと、そんな風にずっとラウンジに居座られたら、その前に出かけてた犯人が戻れなくなって当然だよね。メカ二代君の殺害は彼の胸のアラームを使ったある意味自動殺人だったわけだけど、その前のいろんな準備はどれも犯人自身の手でやる必要があったはずだよ。2台をスリープモードにしたり、あいつをワイヤーで縛ったりとかだな。そのためにも犯人は2台がタワーに現れる前に同じ場所に先回りしている必要がある。つまりクズリュウが2台を目撃した時点で犯人はすでにタワーに行ってたはずなんだ。それでいざ戻ろうとしたらラウンジにクズリュウがいて戻れなかったんだ。当初の計画ではラウンジのアラームが鳴る前に犯人の部屋に戻っているはずだったんだろうね。そしてそのまま部屋の中にいるはずだった。ラウンジに出ていく予定じゃなかったんだ。そうすればアラームや地響きに気づかなかったことがそのまま自分が部屋にいたことの証明になる。私たちのようですね。もしラウンジの二人が部屋まで様子を見に来てくれたら、そっちの方がベストなんだろうけどね。だって部屋で自分が寝ている姿を見せられれば、さらに強固な印象のアリバイも完成するもん。ただ残念ながらそのアリバイ工作は失敗に終わった。俺がラウンジにいたせいで
か。そして犯人は。レモン、どうして出てったんだ。ほとぼりが冷めるまで隠れてればいいじゃねえか。その間に2人が田中君の部屋に様子を見に行ったら、部屋にいないことがバレちゃうじゃん。それは最悪の結果だよ。だから隠れたままってわけにはいかなかったんだよ。2人が部屋に確認に来てくれるのは予定通りであればベストだったアイディアなのに、皮肉がね。クズリュウ君がいた時点でそれは最悪のアイディアに変わっちゃったんだよ。おっしゃっていただけませんか。こうか、俺様と破壊神暗黒四天王を合わせると耳の数はいくつになる。は、その回は10。そう、俺様には10の耳があるということになる。すなわち常人の5倍の聴覚だ。あの部屋の防音設備などなきに等しい。まさかそれが反論じゃないよな。てめえは自分の置かれた状況が分かってんのか。慌てるな、本番はこれからなのだからな。あの時俺様はトイレに行こうと部屋から出て、そこでたまたまアラームの音を聞いてしまったのだ。そう、たったそれだけのこと。世界はいつだってシンプルなんだよ。偶然ってこと？さすがにタイミングが良すぎない？そのせいで疑われる結果になったのだ。むしろタイミングが悪かったと言うべきだろう。まだ粘るんだ。まあ認めなくたっていいけどね。どうせ投票は多数決で決まるんだし。というわけでさっさと投票を始めちゃわない？田中君が犯人なのは決まってるんだしさ。ちょっと待てよ。あのさ、日向君、こんな学級裁判も殺し合いもさ、所詮はただの前座でしかないんだよ。ちょっと、学級裁判が前座ってどういう意味だよ。むしろ茶番って言った方がいいのかな。こんな茶番なんて退屈すぎてストレスがたまるよ。胃が穴だらけになってもおかしくないほど退屈だよ。だからさ、僕が健康を害して倒れる前にさっさと終わらせちゃおうよ。お前だ、やっぱり何かあったんだな。ん？この事件の捜査途中からお前の様子は明らかにおかしくなった。一体何があったんだ。お前は何かを知ったのか。まあそれは後のお楽しみってやつにして、さっさとこの前座を終わらせようよ。また前座って言ったの？ちょっと待ってください。まだ田中さんの反論を聞いていないじゃないですか。でもすっかり黙り込んじゃってるよ。もう反論なんてないんじゃない？田中さんっては。貴様らの稚拙な推理に呆れ果て声も出なかっただけだ。むしろ根本から否定しよう。貴様らの推理は最初から間違っている。最初から？貴様らの推理によると、俺様は4階のストロベリータワーで2台を吊るし上げ、次に1階マスカットタワーにフロアを移動させ、そこから再びストロベリーハウスへと戻った後、ラウンジでアラームが鳴る場に立ち会ったのだったな。行ったり来たりで大忙しだが、そもそも両ハウス間の移動はどうするのだ。そうか、連絡エレベーターは壊されてたんだったな。確か犯人はマスカットハウスの制御パネルをいじり、連絡エレベーターを停止させたのだったな。しかも停止したエレベーター